お疲れ様でございます。FX オリガルヒの皆様。えー、現在ですね、19名でやってくださってます。なんかの間違いで、チャンネル登録 YouTube の方が20になってますけど、19名ですからね。これはお一人で2つのアカウントを登録した方がいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、今日も行ってまいりましょう。穏やかに見ていきますと、いろんな動きがわかるもんで、今日はですね、1時間軸を見ているんですけども、12時25分でですね、今、 真っ只中なんですけどもこの長い陰線が出てますよねこれによって、えー、この1時間軸ってのは下の方に行ってしまったのかそれともまだまだね上位の時間軸が右肩上がりなんだからこれは一時的なものもしくは横ばいなり押し目っていう風に考えればいいのかって迷うところだと思いますまあ、その疑問に今日はね一つお答えしていこうかと思います このようにずっと上昇を続けていたのが行動の限界点を迎えて下落に行きます。そして横ばいからまた下落に入った場合、これは継続した下落なのか一時的な下落でそのうち回復するのか、その目安となるのが上位の時間軸です。今までは上位の時間軸がずっと右肩上がりだったんでね、一時的なものと解釈してこういうふうな押し目をもう恐れることなく取っていけたわけなんですが、今回はいさささか事情が違います。というのが、 位の時間軸が上位の時間軸に影響を及ぼしてまさにね、あの倍作戦からセルの方に向かわせることがあるんですよ。そういったことがはっきりした場合はいつまでも倍に固執するんじゃなくてセル戦略を取らなければなりません。じゃあ通常はデイリーから4時間1時間というふうに上位軸から見るんですけども今回は逆にですね1時間軸から4時間デイリーそして週足というふうに見ていきましょうかはい4時間を広げますね 4時間もどうやらここで行動の限界を迎えてあとはね下に行くしかないような感じになってます下火を出してる要線がありますから下への勢いを殺しているように見えますけどもでもそれを破って今強い陰線が下の方に向かっていってしまってますこのままだと143円を今日中に割るかもしれませんねえそしてデイリーの方を見ていきますよ 1> 1日足でですすけどももついにデイリーも陰線がき始めたんですよしかもその前の陽線は2つともほら上髭出してるでしょだからね145円にタッチするかしないかってところに行きましたけどもそこからの口先介入によってもう完全に右肩上がりの円安の流れはね断ち切れたというふうに判断してもいいかなと思いますねただしここから回復して上昇することもありますんで極めつけ 決決決めつけは決め決めつつ、ね、つけけけははでですすね、まあ、なんせ金曜日ですからあの思わぬ資金が入ったり抜けたりするわけなんですよでそれも考えていくとやっぱりね来週週が明けてから落ち着いて方向性を見ても全然遅くないと思いますあの慌ててポジションを取らないといけないような状態をポジポジ病って言いますけどもポジションを取るべき時ってのは本当ににねたまにしか来ないんですよただしたまにしか来ない時にしっかりと稼ぐために追撃をかけたりとかね 小刻みに理覚したり、それは今週も皆さん前半でかなり体験したと思いますじゃあこの出入りよりも上の時間軸はどうでしょうかえー、週足になりますね週足はまだ陽線を出してますけども残念ながら上ヒゲがかなり長くなってきましたまだ形成中なんですけども実体と上ヒゲの長さが4対6ぐらいでだいぶ釣り合ってきましたよね これが確定する頃にはこんな感じでヒゲが6実体が4ぐらいの割合になってるかもしれませんそうなったら上に進む勢いは止まってこの陽線が最後の上伸びかもしれないんですよ次の陽線っていうのは下に向かうかもしれないですよねもしくは陰線になってまあそういう警戒心を持ちながら来週を迎えたいと思います今日はポジションを取らずにこういったことをしっかり観察してこれが一時的な開軸だけの 売りへのの方向性なのかそれとも上位の時間軸日足とか週足にも影響を及ぼすぐらい継続的に下がっていってる1時間の陰線なのかってことをどうやらねこれはねまあ円高に130円割っていってしまうとかね140円割ってしまうとかっていうのは考えにくいんですけどもちょっと長い時間かけて緩やかに この図で見るとセルの方向に行くんではなかろうかというふうな懸念が初めて生じましたえっ、ー、とおとといまではねバイアンドバイアンドバイでよかったんですよ昨日はちょっと待ちましょうってなったんですよ横ばいになってますから今日ははっきり判断できませんけども来週の展望を見るにもしかしたらセルで取っていくそんな時が来たのかなっていうふうに考えが変わってきました、まあ、今週はね145円達したと言ってもいいでしょうその意味では まあ今週のミッションは完了して特に月火水でかなり稼いだと思いますここからは取らなくてもいいポジションを取らないようにしていくべきですねどうしてもエントリーしたければデモかもしくは0.1ロットとかね0.01ロットで本当に気持ちだけエントリーするようにしていきましょうえそれでは午後の解説は以上ですまた夜あたりに追加するかもしれませんけどもうん特に新しい解説はこれから出ないような気がしますね まあのんびり過ごしてください。それでは